ビクトリア2の世界へ、ようこそ。工業化と帝国主義の時代、19世紀から20世紀前半を、追体験することのできるゲームです。1836年現在、我らが祖国日本は、迫る帝国主義の波に、飲まれつつあります。一方、国内では天保の大飢饉が、発生しており、まさに内憂外患です。このような状態であるにもかかわらず、時の将軍徳川家斉は、腐敗した側近政治を、行っており、民衆の不満は高まる一方です。水戸藩主、徳川斉昭は、この状況に失望し、幕府に次のように提言します。日本を外国の侵略から守るためには、近代化と軍備増強が、必要である。そのためには旧体制を、解体し、天皇を中心とする新体制を、作る必要がある。水戸藩をはじめとする、諸藩の提言を受け入れた家斉は、大政奉還を行い、明光天皇のもと、近代化を目指す新たな政府が形成されました。てこんな簡単に維新が、実現されるわけないだろ。正直脳内補完が難しいところではありますが、これはゲームなので。ビクトリア2において、すべての国家は文明国と非文明国に、分類されます。近代化すぎの欧米国家が、文明国、全近代的なアジア、アフリカ国家が非文明国となります。非文明国が文明国になるには、近代化を行う必要があります。近代化しないと工業化ができません。これらの改革を進め、このゲージを、マックスにすれば近代化できます。改革を進めるには研究点を、貯める必要があるのですが、研究点の値に大きく関わっているのが、識字率です。この表を見ればわかる通り、日本の識字率は 40%、これはローを圧倒し、英米と並ぶ数値です。人口も2800万人と、恵まれています。労働力は工業化にとって、最重要資源です。我が国が欧米列強に、対抗するためには、朝鮮及び品を征服し、国力を増強する必要があります。松陰先生もそう言ってました。ゲーム的には、非文明国は他の国を、併合することで研究点を、手に入れられるため、朝鮮を併合すれば近代化が、早まります。しかし、日本の軍事力は、諸藩兵18旅団と、輸送艦1隻の帝国海軍。軍隊はしょぼしょぼです。軍備拡張しなければ、対外進出など不可能でしょう。これが日本の国内市場です。工業化前の我が国では、軍拡に必要な軍需品の、製造は行われていません。よって、世界市場から軍拡に、必要なものを買います。銃と銃弾や船、缶詰、野砲。輸入に使う金は国民から絞り取った税金です。日本人なら贅沢はできないはずだ。次に輸送艦を建艦します。島国日本は、これがなければ何もできません。改革ができるようになったので、外国製の武器を輸入、という改革を、実行します。この改革により、近代歩兵を作ることができるようになります。まだ非正規兵しか投入できない朝鮮、中国との、戦いが楽になります。最初にいた非正規兵によって、構成される、藩兵や旗本は解体してしまいましょう。1837年、日本では士族による軍政が、廃止され、徴兵制に基づく帝国陸軍が、誕生したのです。そして、我々は朝鮮侵略の、口実を作成します。朝鮮国王に対し、開国を迫ったところ拒否されました。なんてやつだ。これは天皇陛下に対する侮辱です。今すぐ討伐すべきだ。日清戦争開戦。我が国は朝鮮及び、その宗主国である清と、交戦状態に入りました。日清戦争、1837年から、アヘン戦争より早いですね。帝国陸軍の兵力は10万程度、朝鮮軍は7万程度で、清軍は60万以上です。次々に帝国陸軍が、半島に輸送されています。初の戦闘となった、釜山の戦いは、元水戸藩主、徳川斉昭公の指揮によって、敵1万4000を殲滅する大戦果を、挙げました。大変です。敵の待ち伏せにより起こった甲州上陸戦は、我が方が押されています。増援が間に合い、勝利はしたものの大損害を、被りました。甲州から敗走した敵を、追撃し、朝鮮軍は壊滅しました。あとは占領するだけですね。清軍が沖縄から攻めてきています。そっちから来るのかよ。沖縄を占領した清軍は、輸送艦に乗って北上しましたが、帝国海軍によって阻止され、壊滅しました。最終統一海戦を、勝利に導いた、西郷為元提督。なんと朝鮮軍が、最後の力を振り絞り紀州へ上陸。沖縄解放のために輸送艦に、乗っていた帝国陸軍により、最速で撃破される。
帝国陸軍は、すでに艦上、平壌を占領しており、朝鮮の降伏は目前です。使用上、清は朝鮮が降伏すると、積極攻勢に出てきます。よってこの戦争最大の、戦闘は朝鮮降伏後に、起こるでしょう。こそっと台湾を占領しときましょう。大日本帝国、心の中核州、できればいただきたいところ。朝鮮が降伏を申し出てきました。韓国併合、1839年。非文明国時代に併合した領土は、すべて本国領、すなわち内地となります。朝鮮の人々がすべて、日本国民となったため識字率は 8% ほど、低下しました。これが現在の我が国の人口統計です。労働人口は956万人、総人口はその4倍程度ですから約4000万人ですね。ここから本格的な日清戦争が、始まります。清の大軍が満州から侵攻してきました。朝鮮派遣部隊全軍で、対処しますが。また増援が来て敗北しそうです。指揮官いないんだけど、お稲荷焼、どこ行った？はっきり言って大敗です。しかし、その後に起きた戦闘は勝利。南方で兵力を回復しながら、敵を迎え撃っていきます。一方その頃、国内では元、佐賀藩主鍋島直政公の、提言により、蒸気鉄道が導入される。日本最初の鉄道開業、1840年。帝国全土で鉄道網が、整備され、インフラが大幅に改善されました。日清戦争の講和条件に、台湾の割譲を追加します。朝鮮北部で、清の大軍を撃破。宝鎮でも海戦が行われています。高島晋作なる、高杉晋作もどきの人物の、指揮により、宝鎮海戦は我らの大勝に、終わりました。その後、帝国海軍が黄海を、海上封鎖、さらに帝国陸軍が旅順港を、陥落させる。この戦況を見た、清国政府は講和論に傾き、日本との講和交渉を開始。下関条約、1840年。以上の内容の下関条約が、締結されました。日清戦争、1837年から1840年、はついに、終結したのです。清国の敗北に対し、欧州列強は驚いたはずです。鎖国を放棄したばかりで近代化も、終わってない国が清を倒すなんて。日本人にとってはこの戦勝が、国民団結のきっかけになりました。日本は清国であり、いかなる国に対しても敗戦することなどありえません。帝国海軍強化のために、西洋式の軍港の建設を、行います。舞鶴、呉、佐世保、横須賀、大湊をはじめ、多くの軍港を整備します。植民地を維持するための、植民力が海軍由来であるため、海軍力の増強は植民地帝国を、築くなら必須です。朝鮮、台湾の獲得により悪い古典が溜まってしまったので、日本は当分動けません。もし、イギリスのような欧米列強から制裁戦争を、受ければ、非文明国の日本では勝てません。1846年、仁孝天皇が崩御されました。代わってお察しと親王が即位され、孔明時代が訪れます。ブルネイ欲しい。ベトナム欲しい。ジョホール欲しい。アチェ欲しい。ここまで下がればいけるんじゃないか。いやもし20を超えちゃったらという葛藤を、続けて。1850年、ついに日本は文明国となりました。文明国になると非文明国を、併合するのにかかる悪い古典が、減ります。ということでいきなりブルネイを、殴ります。また、日本は文明化した瞬間、世界第8位の国になったため、いきなり列強入りしました。日本は清国である、改革をはじめ、たった15年で世界の、列強となった。日の昇る国、大日本帝国万歳、天皇陛下万歳。これが現在の8大国です。列強1位までの道のり浜だ遠いですね。ちなみに列強順位は維新、工業、軍事の合計スコアで決定されます。日本はまだ工場を建てていないので、工業点が0です。列強になったので市場を、拡大しましょう。とりあえず満州を影響下に、入れます。ブルネイが外地として帝国に、併合されました。帝国は欧米諸国に、負けぬよう植民地拡大を、続ける必要があります。また、工業化も進めていきます。人口の多い関西、関東、中部が産業中心地となるでしょう。文明化に伴い、砲兵が解禁されたので、大量に生産します。ロシアが千島列島への入植を、開始しています。植民技術のない日本では阻止することができません。ロシアの南下は日本にとって、脅威である。ロシアに対抗するためには、品を切り取り、国力を増強する必要がある。品だけでなく、インド洋、
東アフリカにも領土を保持しなければ、日本の独立保持など不可能である。指揮者たちの意見は分かれてるけど、どちらにせよ中国は切り取るみたいなんで。ババーン。第二次日清戦争、1853年。次回。帝国陸軍、アフリカへ襲来す。